チオンの座につけるのは果たしてどちらなのでありましょうか。ここでポケモンをチェンジです。ここでゲンガーの登場だ。さあこれは、おっとこの攻撃ではダメか。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでガラガラの登場だ。さあ今度は歩く一発。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。相手を一瞬で見つけようとしているぞ。ここで地震攻撃、これは有効だ。あーっと相手を一瞬で見した。あーノックアウト。そして相手も道連れてダウンだ。両方のポケモンが一度にダウン。バトルは急展開を迎えることになりました。ここでスターミーの登場だ。ここでカビゴンの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2。両者激しく火花を散らしております。さあこの場面で歩いと、おっと体力を減らしてパワー全開になりました。おっと食べ残して体力を回復しました。さあ激しいバトルです。この攻撃、おっと氷付けになってしまった。おっとここは動けません。凍ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。さあここで小さなダメージ、このまま負けを待つしかないのか。両者とも大健闘です。これはどうだ、この氷が溶けることはあるのか。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここでサイコキネシス、おっとダウンだ。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。これで最後のポケモンになってしまった。さあ決戦が続いております。この攻撃効果は抜群だ。さあこれ
回復です。白熱したバトルが続いております。ここで10万ボルトだ。狙い的に最後のポケモンもダウンとなりました。おめでとう、チャンピオン決定。